はい、どうも、シュウテミです。よろしくお願いします。おじゃーす。というわけで、本日はですね、はい、真夏の暑い時期に体がね、苦しむような撮影をするんですけど、これから、はいはい、頑張っていきましょう。はい、今見てる方はね、お家でもしくはね、出先で見てると思うんですけども、今もうカンカン照りで、夏はやばいな。今日最高気温35、6だよね。そうだね。まあ、なるべくね、こういう時はね、東北の方とか北陸とかの方に行きたいんですよね。まあ、行けないんですけども、はい、今回は、東北の方の方をお呼びしてます。はい、どうぞ。これだ。じゃーん。はい、はい、これね、前僕出しましたね。青森県出身、外崎修太選手のバットです。はいはい、木製ということで、はいはい、まあ、NPB マークがないので、うん、まあ、なんか知り合いにいただいたんでしょ。そうです。結構西武ファン、外崎選手が好きってことなので、そうですね。はい、バットをお借りして打ちたいと思うんですけど、うん、これ所有者誰？はい、君か。じゃあ勝手に使おう。勝手にっていう、まあ俺から使ってくださいって言ったからね、今回に関しては。そうだね。ジャパン背負ってるんで、俺これを使ってロンティーするんですけど、はい。普段俺ね。軟式複合バット、まあ、レガシーだったりとか、まあ、いつもね MM とかね、そう普段使ってるじゃないですか。なんか飛びすぎで使用禁止っていうところ結構あるんですよ、都内とか特に。はい、そういう時にじゃあ何のバット使ったらいいんだって、金属バットなのか飛ばないバットなのか木製なのかと。でちょうどこの間の木製を打つ機会がありました、うんうん、公式やらせていただいて、ナオピーの方に行かせてもらって、太田暁教、ね、そう太田暁工業の公式クラブチームに行かせてもらって、はい、ロンティーとかしたんですけど、公式でも意外とレフトスタンド上段とか飛ばせれたんですよ。うん、振った。これ K だ。え、K だが。あ、これいったんじゃない？うーい。ギリギリか。ね、マッチ。あ、ごめんなさい。すいません。だから、まあ、ちょっと重くてもいけるなと思ったんで、はい、これ使ってくれって言われて、多分触れるなっていう感覚、はい、ちなみに持った感じどうですか。ヘッド重たいなって。そう、意外とトップなんだなと思って。すげえトップじゃん。でもタイカップなんだよね。まあ、力ないけど飛ばしたいって人だよね。うん、いいよね。俺タイカップ好きなんで多分すごい合うと思う、うんうん、90、90の100、10か、はい、はい、あると思うんですけど、まあ軽く超えていきたいと思います。はい、実際に振ってみてどうかっていうのも、後々話していきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではやっていきましょう。ゴー。さあ、いいか。はいよ。違う。No. おい、どや顔すんな。負けてる感あるわ、やっぱ。お、ファイブレならず。シーズン中重さ変えてるかもだけど。あ、おわ、これいったんじゃない。ホームランキャッチ見てこうよ、実際。今すごいマシンだったよ。軟式がいかにさ、チートか分かるよ。あ、あー、取ればよかった。ホームランキャッチならず。今取れればファインプレーだったよ。あ、お、あ、はははは、おい、今惜しかったね。だんだん低かったよね。低かった。これいったんだ。おでーでーでー、入りました。はい、チャンス。入った。連チャンです、連チャン。鬼連チャン。でも今すごい分かったわ。飛んだな。今良かったわ。当たるとこが良かった。あ、お、行ったじゃんこれ。お、取った。
惜しい、超えちゃったぞ。クリッチ入った、ライナー、ライナー入る、やばくない、やばい、飛ぶな、落ちないですね、落ちない。お疲れした、お疲れした。ああ、すげえ疲れてるね。いやーきついっしょ、もうパンパン腕、予想以上に重さ感じてたね。感じてた。触れるとは、まあ触れてたし、柵も超えてたけど、これ結構きつそうだった。見てるよ、やっぱ。いやー、きついね。何軽打でいつもはさ、こう、柵越したけど、これってマジでちゃんと当たって乗せないと飛ばないっていうのが、あったし、はいはいはい、複合バットなんかこう、ちょっと擦ってもさ、弾道が高くなって、外野の後ろの方まで行くんだけど、ね、これはもう擦ったらマジで、内野フライとか、ちょっと内野の後ろぐらいになっちゃうし。擦ったら届かない。なんか似てんの、なんか。にしてもやばいな。ジャパン背負ってるだけあったよね。そうだ、入ったね。しっかりと。まあ、確か、背番号違かった気がするんだけどね。7だった気がするんだよね、トムサキ選手。そっけー。あ、逆に言ったら、だって、赤月さんでやるときは、飲めねえだろ。くー、しみる。赤月のときは、GS の、ちょっと長めのバットを借りてたんですけど。それで打ちましたね。ちょっと軽めで、まだタイカップだから意外と重いと感じても、振り自体はそんなでもなかったから、ちゃんと振れたかなっていう感じだし、ちゃんと当てるべき場所に当たって飛んでったので、打ってよかったなって思いました、まあ、まだまだ振れるなと。普段軟式しか打ってないけど、まだいけんだ、まだいけんなと思いました。先を見据えて、ちょっと本当は上のレベルでやりたい欲が上がってきていますよ、私はね。そんな感じで、今回はこちらのデサントのバットをね、使用してもらって打ってみました。オナールもよく言うけど、翔平さん何のバットでもいけますよ、その辺に落ちてる木でも打ちは飛びますよって。それは無理やろ、どのバットでも柵越えは打ってたんで、よかったなと思いました。はい、はい、今後ともね、頑張っていきたいと思いますし、少年野球や中学野球、高校野球、女子野球、国立リーグ、いろいろね、取材とか回ってますけども、まあ、対決もやるだろうし、もしかしたらBC リーグの選手とロンティーバトルやるかもしれないし、というので負けないようにちょっとずつ努力していこうと思いました。はい、はい、それでは終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ、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 翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。